マジで。はい、確か名前がキップさん、僕に10万円投資してみるかいみたいな感じでした。アットプ激しいな。めっちゃいいっすか。10万円を投資してるから何が何が始まるのか分かんない。なんか宗教が始めたら困りますね。投げて画面らしい、はい、自ら苦しい組み合わせに身を投じた。プーあー残ってる。今の残ってたのはちょっとついてない感もありますが、ミキッターで落として、しかしなかなかタクマのターンにならない。なっても攻めが続くのかもわからない。いやー今のはここは投げる。あれはもう完全な二択。うわーやっぱ苦しい。もともと多分きついし、多分本座の経験値というかうまさも光ってますね。中堅で現状ないパワーが呼び出されて苦しい。これどうすんだこれ。うわーなんかもう端にいるぞこの子供。まずいまずい。居合蹴りはしっかり入るあの距離でも。どうすんだこれ。あ浮いてる浮いてる。助かったか。さすがに強い。追いつけるのはネームレスのジャンプ CD バリの技。少子少子奥奥奥が別にリュックからしかやってもいいんだぜ。リュックからしかやってきて攻められる。こうなるとリックの技が届いてしまうので、だー苦しい。漏れてかぶってまだ暴れる。しかしそれでも子供にはそれしかねえんで暴れる。必死の老女。苦しい。必死の老女。苦しすぎる。あ、立て。めくれない正面。さあよく見ると時間の方がない。やばいな今の。ポンザが前に歩きながら守ってますからね。カードして圧をかけながら攻めながら守る。守りながら攻める。まだベニマルは6回ぐらいあるぞ。ヒナコレ倒すにも。さあしばらく差し込む。いいのが入らないと倒せない。画面を進めてるのはボンザ。端が近いが一気に端には無理に攻めない。おっと一気に走る。 50m 走って中央まで。なるでドスコイ。これは釣りか。かぶせを嫌がって。ボンザもまだまだ全然じっくりいってますね。そうですね、この時のベニマルも結構めんどくさいですよね。本当にそうですね。ベニマルが鉄砲玉になられても結構嫌ですし、はい、こう来てもあれだし。さあ残り時間が少ない。鉄砲か。前転を待ったが取れない。飛び越しビビー。ここで失礼か。相当に体育姿勢は我慢したでしょう。回復量は少ないが体力はそこそこ守って4割ぐらいか5割ぐらいか5割弱ぐらいか。苦しい。いよりとしても接近戦にはしたいのか、それともしゃがむ。まずワンコンボ。ここは置き攻め重視で低めのジャンプ CD。 当然のガーキャン戦点か。ここからまた追う立場に。あっ早い。あ出た。たまにありますよねあれ。そうですね。これはワンチャンがある。さあポンザの暴れつぶしの八乙女に暴れてくれず。大将今のミスを霞でなんとか。状況は依然まあまあさすがにまだ霞有利でしょう、はい、ゲージ差はちょっとありますが合わせてダッシュ壊し。ジャンプ CD の先端をちらつかせる。壁が迫る。硬い旅が後ろから待つ。できる。よく待ったなそれ。前にあっピン斜め出し切る。空中リバハイ。すげえ。あ逃がしたくないが。リバハイ重ね。うわー相打ち。さっきーさんがこれスーピー側オーダーストライク。ここは
ベニマルもう順番決まっている。ヤマタイベニか、ヤマタイベニ。多分普通にヘビも当たんないし対空面でも苦しむと思いますが、それでも初手投げ、つかし投げ、通常投げ当たってしまう。ジャンプ D、 この片目は返せない。あっ、つながってないが、まあ、展開早く決めてるか、決めに行くか。おっと、たまたま後転と髪は安く済む。ダッシュで追っかける、早い、苦しい。暴れた子パン、隙がでかいので間に合ってしまったが、やっぱノーゲージで絡まれるとまず山崎は厳しいですね。そうですね、上に強い通常がないから、はい、飛びが返ってないんですよね。もうなんかジャンプ C を、そうですね、ジャンプ C 速くなして、ま、カウンターから大貢献。この追撃は非常にいいと言える。 止めのところ投げて、追撃からダッシュ前転、コマンドを入れつつ壊しか。だがもうジャンプしていた、いいフェイントプレーだったんですがポンツはかからず、逆に合わせた壊しからスバキャを食らう。おっと、勝ち合った。ここもベニマルが相当にペースを握ったまま、相当さっきからベニマルが、そうですね、ベニマルの活躍がでかい、すごいですね。これはベニマルブームになるのか。コパンしたし、あー早い、ジャンプで落下してもあのセンターアウト多分入らないかな。あー、そうですね、あっパンを攻める、攻めるがベニマルは攻めづらい。壊し、金利ジャンプ止められる MB、 もう状況も手伝ってさらに苦しいことでしょう。本当こういう状況のこういうキャラ強いですよね。そうですね、キングとかもちょっと似てる部分がありますよね。ベニマルとか、はい、巻き込まれる、ゲージを使いとやんばかりの片手駒。ジャンプ高い、苦しい、強いな。さあさらに目、参加者が1人追加したところで 2P キャップ、ポンザの連勝を止めに行く。ポンザが 1,2,3,4 5連勝中。ポンザマンに仕事始めてから調子悪いっすね、みたいなこと言われて初めてってか、まあ、てか普通にあれですよね、そのキオフやる隙間がないほどなんですよね。そうですよもう、あ、キャプさんにも裏タグやってもらおうと思ったのに言うの忘れてた。なるほど。さあここはポンザが一気にリードを奪うが、ここで強バイツ裏に出している。暴れる、早めの判断、なんかすごい覚醒状態にある気がするんだけど、そんなことない。さあ今日には NC が有効なのか、かなり巻いてますね。まあ、でも NC そんな減らないけど、はい、いい技ですよね。そうですね、さあ NC がことごとく、まあ、コパンを潰してんのかな。キングじゃないんだから確かに同じような使い方になってるけど、あっと来航か、これはまだ決まらないか。中段もガードガードしている。おっと、これは使っていく。これでほぼ体力が5分になって残り10秒切りそう。なんだ今のところ、ちょっとノリノリすぎませんか。なんかすごい感じですね。 あんまりね、そういうのはあの番組としてここは早めにスカシビ、そうか、逆なんだ、こういう状態を作ってからの方が番組として盛り上がるから。なるほど、むしろキャプテンの方が
まあ、あの2人とも対戦に対してとても真摯な人間なのであまり茶化すと後で怒られるからやりますよね。試合を見守りましょう。まずジャクジャクから前転がちょっとダッシュ前転にならず表薄いですね。今の空気を読んだ早出し、あれで間に合わない。さあ早めにガーキャン使っていく。削られてきますね。ここで決める気でしょうか。うわー硬いな。そして自分からあまり前に行かないポンザ。うわーマジか今の。はい、キャップさんに向かってだらしないと言い放ったポンザだが、さあ働いてない人間対決多いと。これもなんかお互い神経使いそうな。そうですね。おっと立て続けに攻撃を当てていく。流れを断ち切るか月乃に。なんかその技の派生しか当たってない。あーちょっと引き付けが足りなかったかな。最後相打ち。ジョンフンですが、すごい直樹さんのジョンってガーキャンとかでゲージ出すのになんかこうやって地味に稼いでるからなんだかんだ言ってデルにゲージに繋いでたりするんですよね。結構いってますよね。さあここは直樹さんしのぎどころか。ゲージを吐かせようとするポン様。さあ、直樹さんガードを立て、あーしゃがんでしまう。さあ、さすが、出さない。相打ちから構えて、自分から飛び込みに行く。さあ、ガクラが光って、来たくなるだろうというところで、さばいていく。か。イオリですが早いジャンプと飛び道具もあるのでそうそう構えっぱなしではいられないと思うんですが、そうですね、さあモンザがおろ一発を狙いに行く感じで直樹さんがさばく構え。これはちょっと迷うところだがどうするか。しないしたか。もう一回の読み合いでもう殺すつもりでしょう、はい、このええ、やはりジョンウン起き上がりが遅いせいで意識しててもそうですね、さらに遅いという。さあ直樹さんは2ゲージ半。あっさすがに発動まではいけないか。打ち切る、まあ、画面中央なんで死にはしないという考えでしょうか。ちょっと見えすぎたかな。おお今めくれてたんじゃないの。ちょっと怪しかったですね。さあポンザーまだ粘っている。あやはり小さめのいやまあ、うん、そうなんだけど、うん、リバハイではないんだけど確かに一瞬まあガードっていうか、うん、さあ組み合わせ
あすごいところに当たる。あーお別れです。さあるいこさん、コンザが 1,2,3,4,5,6,7 連勝中。もうさあるいこさんです。パズドラで友達になってもらったはいいけど、レベル差がありすぎて全然会えないるいこさんです。あ、例えば俺もスマホに変えましたか、たので、なんかツイートしてましたね。俺その話を何人かに言ったんですけど、今 1P でノリに乗ってるポンザに、はい、その話を言った瞬間、え、パズドって言われたんですよ。スマホイコールスマホイコールパズドラみたいになってます、ね、一言目に。はい、まあ、というわけで、ベニマル対クーラー、ちょっと最近なんか M とかの、はい、M とかその界隈で話題になってるこの組み合わせ。そうですね、なんかベニマルきついきついってすごい言ってましたね。 K ダッシュの方がまだいいって言ってましたね、 M は。そんなに、なんかベニマル強いだろ。確かにそんなガンフリな組み合わせもないですしね。まあそれクーラーも一緒かもしれないけど、昔のだから無印のウィップとかビリーとか、はい、ああいう系のキャラしかなかったから。さあここはルイコさん先生、これはでかい一勝。さあポンザの連勝を止めるのはルイコさんになるのか。うまい。でもクーラーもじゃあ誰に対して不利なのっていう、 K ですか、霞ですか。たくさんいる、たくさんいる。へえ、アンディもそうなんですか。へえ、え、いや、初期さんお仕事だから藤井さん召喚しました。なんか特に言うことがない。なるほど。あれ藤井さんとちょっとあのマイクを握る握らないの話をしていたら、ルイコさんの顔がなんか火の鳥の鬼瓦みたいになっちゃったけど。鬼瓦って鼻がすごい人。違う、鼻がすごい人は顔。まあファミコンのゲームにそういうのがあるんです。あ、ありますね。あるある、やったことある。俺守る。俺に敗北はない。はい、パスみたいネームですが、どっちもゲージは物足りない感じだけど、その分畳みかけていく。かすみこんだけやってるゲージもたまるわ。もうすぐ3本おいしい。あうまいな。おっ、ちょっと遠いか。さあここで俺のターンにできるのかしら。それだけ。ここでゲージ吐くのなんかポンザマン、ポンザマン流だと思うのですよ。まだ勝てます。あるよ。甘えちゃったか。裏たくま談義したぐらいなんだけど。裏たくま談義、水曜だったらしたかったぐらいですね。まあ確かに、はい、とりあえずナルト君がいそいそと来たはいいが、その時はもう遅く。 M が降臨。あ、 M ががっかり。はい、あ、なんかそういえば、はい、クーラーのエンケル B ガンされたら稲妻半額じゃん、これで勝てねえよって言ってたけど、思うんだけど、ちょっとでも遠いと空振ります。そうっすよね、はい、遠い話だからもう検証済みです。ですよね、はい、知ってます。で、今なんで出した今レースに。さあ、あのダメージアップしてほしかったんじゃないですか。はい、だってクーラーの遠距離 B を単体で守ってサマーを本当に毎回やれるなら
デルンの小橋守った後にバイツイチ打てるでしょ。打てる打てる。いやそっちの方が簡単だよね多分。まああれも距離がない分。うん。ああ出ました M 特有の。無駄発動になりそうですね。なおどうする？ガーキャンしないんだ。まあ頑張った。ガーキャンで生まれたかと思ったけど。おやはりクーラーでは。クーラーでは。やはりクーラーでは。エムダさんもなんかその前アンディとクーラーにはちょっと不利だって言ってたから。おお。やっぱり。でもベニマルに対しては半分も減らしましたからね。この辺どっかのおっさんとは偉い違いです。確かに。おお嫌がるとこちゃんと嫌がりますね。うわ全然高さ噛み合ってねえけど。おお本さんなんか乗ってますね。何この人冴えてる。届いた。裏滝殺しすぎて冴えちゃった。乗っちゃった。裏滝殺しすぎて。裏滝3連続じゃない多分。あれなんか餌かなんかですかね。なんかものすげえ喜んでっけど、ナルト君がめちゃめちゃ嬉しそうなんだけど。なんだこれ、なんか原始臭いんだけど。あれあれマジか。このゲームやっぱりベニマルだったか。いやこのゲームベニマルって普通に。ベニマルか俺は思うけどね。ただでもなんかカスミちゃんとかに負けちゃうじゃん。あーカスミにはきついのかな先方同士だと。おーなんか当たり前のようにジャンプ映画4段なんですよねこの人。うんまあうんまあだからどうしたのみたいじゃないほら。ああこれ一生ゆりがジャンプに早出してあんな感じでこの大会一生ジャンプに早出したから。ああ関係ないっすよあんなの大体験で終わりだった。まあねそうなんだけどね。いや関係ないだからやってみろよって話じゃんお前ってお前俺の家殺してみろよ次が死ぬからってほらほらゆりだゆりだ知ってるほらやれないわけ。ああ使っていいの。ああ M ダッシュさんもちょっと可哀想だな。だからなんで当然のように読んだんだんだよ。あそこ大波動っすよ M ダッシュさん。ああ M ダッシュさん大波動っす。大波動っす。すごいなんかナルト君がなんかあわわあわわみたいな顔になってて。でも実はこの対戦、はい、実はネフリそこまで不利じゃないんですよね。まあそうでしょう。あの一番同士で戦っても多分64ぐらいですよ。64で済むんだ。いやマジで検証済みなんですけど。あっすっごいなんかネームレスがすっごい生き生きし始めてるけど。あさあどちら流れを掴むのは。押し込みたいところか。あー今のミスはちょっと痛いね。まあ、2発撃ってもよかったかな。ってこれ行かれる可能性あんな。ほらさっきは見えてないもんね。ほらだからなんで全部読んだんなのこの人は。なんだ帯がキャンプさんはやられました。やられました。最終試合ですおそらく。はいナルトさんが死刑台に座ったところで。そうだね、シュンヤ君とかが来れば。オーダーセレクト。はい、ぜひナルトさんにはこう苦しんでやられてほしいところ。てかもうこの1戦目が一番重要じゃんこれ。もちろんこの順番は、はい、ここ落としたらもう終わりなんだけどナルトで。でもなんか、かすみがね、なんだかんだ結構真面目なプレイヤーの M 君に相当いけるときはいけるみたい。そうなんすか。蹴出しに相手にいけるんすか。だってここ落としたらもう俺、マジで終わりだと思うけど。まあもちろんね、全然展開はこの時点で決まっちゃうと思いますけど。なんかでもあ落ちるかと思ったけど。どっちだって流れはナルトペースだが端に詰まって。
落とせ、落とせんか。今落とせなかったのがやばいね、今入れてたのにね、明らかに終わった皆さんゲージもないっす。もうダメだ、ダメか。逃げ上手だったのはまだあったかもしれないけど、そうこれなこの状況がとてもそうです。なんで半分残ってんのまだ渋谷でこの組み合わせ最近の対戦見てたんだけど、ジャンプの種類4種類全部試してみた、全部落ちたって言って、なんか全部落ちますね、頭おかしくなってた。あ、よく見てたまだ対戦中だ、もうダメだとか言うんじゃない。かすみちゃんだからダメなんだよな。三立て予告、まさかのやられてる方が三立て予告で、皆さんもさっきやったんでね。あ、逆さんね、はい、やったんでね、さっきね。そうだね、それもそれゼロゲージだったよねそうそうそう、あーさあ粛々とこちら流れの方を見守っておりますが、次第次第にライフがなんか勝負を捨ててるような勝利権が、あこのままでは3盾予告が達成されてしまう。ずっとガードしてればいいと思うんだけどな、クーラフェンドが。あー、まあ、真面目な話をするとそうなんでしょうね、はい、あーこれですわ、はい、場内、これが真の最強プレイヤーす場内静寂に包まれております。ま、負けそうだったよね、からさっき逆サンタでしたじゃんはい、最終戦だと思います。ちょっとナルトさんを手招きしてみたんですが、すごいなんかうなだれた表情のまま動こうとしません。あの負けた時の気持ちをね、ね、どんな気持ち聞きたかったんですが、多分最終戦です。はい、始まりました。はい、アンディ対ガスミです。はい、カスミが、お、M 君が、カスミ、あ、キャプさん最終戦一応見守りますよまあ特にあれなんですけども、これが最後の試合ですか。最後のはずですね。あの同じような流れでデチオさんとか現れない限り、あ、なるほど、まあ、自分もそろそろ行かないといけないが、あ、まあ、もう時間が十数分おせおせですか。まあ KMF10 分かかるゲームじゃないんで、そうですね、最後証券はあれ多分投げのミスでしょうね、逃し入れた1位が入れ替わってあれなんて、そうですね、まあ、昇竜弾の可能性も、ああ確かに展開早く2ゲージ決めて、マスミが押せ押せ、マスミが押せ押せ、怪しい食らい方をしてしまうが、なんていうか M 君カスミ似合わないですね当初は最初はカスミでしたけどね、アンディとかも最初なんかちょこちょこキャラキングだアンディだみたいな、あーそうですね、いじってたけど、 B マイ B から C のスラスト、私はでもガーキャンゼコーテンからも反撃されちゃって寂しいんですよね、2ゲージで、はい、あ、ゼロ本だな、なんとかしたい、はい、コンボさせるチャンスは何度もないんで使いたいでしょ。ここで当てみ、あ、知ってんだよと、降りてくると思って当てみか。走りの体力はちょっとわずかになってきてるが、クリスもゲージがない。さあ残り最後の力を振り絞る1番なのに、まだもう危ない、今のスタンプは多分確定したと思うんだけど、ね、あいつはもう1回追い込もうとしましたね。コパンか先行生か、まあ、生間に合うんでしたっけ。多分あれだと無理なんで、コパンか先行白弾ババーン、まあいけたかもなって感じでしたけど、多分 D のスタンプがちょっとめり込み気味なんで、はい、後ろからコンボ C とベイ一旦離れて、うん、C 行きはさ、レンガではない逆アインが面倒くさい、とっても苦しいけど、苦しいけどまだ苦しい、俊也君はほらキャプさんと同じで踏める子だから彼は踏める子だから、だが警戒されているのか当たらない
おお、スネル。さあ、どうとにかく割り込む隙を狙ってるが、おっ、ここでここの B はこれしか入れませんね、はい、からの後ろ、そしてジャパンにディレクションが入る。ワンチャンがありますよ。ワンチャンありますよ。ネーメスの守り強く弱いんで、ゲージも今溜まってきてるところ。ここで何かしらの、はい、何かしらの事件が起きれば、はい、あ、得意のガーキャンブット発動、大丈夫か。バナス、消費者ねえのか。なんで、何やってんだこいつ。踏まれ、踏まれしまい。ゲージが一旦切れて、ですがさすがに体力はない。消費壁が勝つ。エムラッシュ移動から消費で終わり。移動から消費で終わり。まあ、もともとフォローのつもりでしたからね、多分。今度こそ、今度こそ職さんに締めて、ね、いただく形かと。はい、では締めます。第132、第132回 KF0 人目紅白戦、これで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。